背景です。今回は西武の2軍打ちまくりということで、今回はライオンズの2軍の選手たちが非常に打ちまくっているので、そのことについて話していこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは西武の2軍が打ちまくりの件ということで話していこうと思います。ライオンズの2軍の選手たちが非常に全体的に打ちまくっているんですね。なので今回はそこで、ここまでの2軍成績の方を、各選手ごとに見ていこうかなというふうに思います。主な2軍の選手たちの成績が以下の通りになるんですけれども、これをね、見てもわかる通り非常にいい成績を残しているんじゃないかなというふうに思います。一人一人見ていくと、まず一人目が長谷川慎也選手ですね。長谷川選手、打率2割8分6厘、2本塁打6打点の三振が2つ、フォアボールが3個、出塁率が3割5分5厘の OPS 0.890 という成績を残しております。長谷川選手はですね、本当にね、昨シーズンも非常に2軍でいい成績を残していて、で今シーズン、1軍での活躍ってところが期待をされていて、オープン戦とかね、1軍で出ていたんですけど、なかなかね、結果を残せなかったんですが、開幕はね、2軍スタートということではあったんですけれども、しっかりとね、2軍の方で結果を残しておりますので、非常にね、ライオンズの最有力プロスペクトというふうにも言われているぐらい期待をされている選手ですので、これだけね、2軍の安定した成績を残すことができていたら、後々ね、1軍の方にも呼ばれることあるんじゃないかなというふうに思います。すでにね、もうホームランも2本打っているってところだったりとか、結構ね、盗塁も決めてたりとかね、本当に長打も打てるし、足も使えるということでね、非常にこう将来性のある選手ですので、今後ね、1軍に上がってくるのが非常に楽しみです。そして2人目が蛭間選手ですね。蛭間選手が本当にね、すごい成績を残してくれてるんですよね。打率4割7分4厘の0本塁打7打点、三振3個、フォアボール0個、出塁率が5割の OPS が 1.131 ということでですね。本当にね、打率っていうところが非常に高いですよね。ほとんどもう、どの試合もマルチ安打っていう感じで、ヒットを重ねておりまして、もちろんね、ドラフト1位ルーキー即戦力ってことで、1軍の活躍っていうところがね、今シーズン期待をされて、キャンプからね、オープン戦ずっと1軍に、帯同し続けていたんですけれども、なかなかね、やっぱり結果を残せずに、開幕はね、2軍スタートということになりましたが、しかしですね、その中でね、しっかりと2軍でこれだけの成績を残しているっていうのはね、素晴らしいんじゃないかなというふうに思います。なかなかやっぱりペイトン選手の状態が上がってこなかったりとかね、まだまだね、1軍の外野手ってところも、全然レギュラー決まってないですし、十分ですね、ルーキーの蛭間選手にも、今後チャンスは来るんじゃないかなというふうに思うので、この調子でね、打ち続けていれば、絶対ね、1軍初出場ってところもね、叶うんじゃないかなと思いますので、この調子で頑張っていってほしいです。そして3人目がウー・ネンティン選手ですね。ウー選手は通常であればね、1軍に入っても全然おかしくない選手なんですけれども、なかなかね、やっぱりWBC があったりとかね、あとはオープン戦でもちょっと結果を残せなかったっていうところでね、開幕2軍スタートという形になったんですが、2軍でもね、ぼちぼち成績を上げてきました。そんなにね、決していい成績とは言えないんですけれども、ぼちぼちね、調子を上げてきたので、ここからどんどんもっともっとね、調子を上げていってくれたらなというふうに思ってます。2割8分6厘、0本4打点の三振が3個、フォアボールが2個の出塁率4割3分7厘の、出塁率が3割6分8厘の OPS が 0.725 ということでですね。もっともっとできる選手なのは間違いないと思いますし、1軍でね、これぐらい打ってくれたら一番最高かなというふうに思いますので、またね、これからどんどん結果を残して1軍の方にもね、ぜひ顔を出していただけたなというふうに思います。続いて4人目がヨーカー選手になります。ヨーカー選手もですね、今年からライオンズに加わった新戦力の選手になるんですけれども、ちょっとね、オープン戦調子を落としてしまったっていうところもありまして、開幕はね、2軍スタートだったんですが、しっかりと2軍の方で結果を残しています。打率3割5分7厘の0本4打点、三振3個、フォアボール2個、出塁率4割3分7厘の OPS が 0.866 ということでですね、まだね、ホームランというところはね、出てきてはいないんですけれども、しっかりとね、打率ってところを残しておりますし、ライオンズにはね、やっぱりなかなか長打打てる選手だったりとか、バッティングのいい選手っていうのはいないので、これだけね、2軍で打ち続けていれば、絶対どっかでね、チャンスは待ってくるかなというふうには思います。そして5人目が川越選手ですね。川越選手もね、あんまり目立ってないんですけれども、非常にね、いい成績残してるんですね。打率3割6分8厘の1本塁打6打点、三振2個のフォアボール0個、出塁率3割6分8厘の OPS が 1.105 ということでですね。OPS しっかりとね、1.1 を超えてきてると、いうことですので、かなりね、2軍では優秀な成績と言えるんじゃないかなというふうには思いますね。川越選手も本当にね、オープン戦なかなかいいアピールができなかったっていうのもありまして、開幕は2軍スタートだったんですけれども、やっぱりね、ライオンズの外野っていうところは、なかなかね、やっぱレギュラーがまだ固定されていない状況ですので、川越選手もね、まだまだこれも十分チャンスあるかなというふうに思います。で、昨シーズンも結構1軍でね、いい成績残しておりましたので、コンスタントに出塁できるところだったりとか、長打もね、備えるパンチ力もあったりだとか、そういったところはね、本当に他の選手より長けている部分ですので、ぜひね、今後はそこも活かしていってほしいなというふうに思います。
そして次が滝沢選手ですね。あの滝沢選手やっぱりね、こうバッティングが、まあ、昨シーズン課題っていう風に言われてたんですが、まあ、2軍ではですね、本当に非常にいいバッティングここまで見せてくれてます。打率3割8分5厘の1本塁打3打点、三振が1個、フォアボール2個、出塁率4割6分6厘の OPS が 1.081 ということでですね、まあ、滝沢選手ね、まあ、昨シーズンはホームランあんまり出てなかったと思うんですけれども、今シーズンすでにもう1本塁打打ってるということで、まあ、パワーアップってところがね、やっぱりこうできてきてるのかなというふうに思います。で、まあ、OPS ってところもね、1超えてるんですよね。はい、まあ、本当にね、体格が全然大きくないし、まあ、そんなにね、やっぱり長打を打てる選手かというと、そういうわけではないんですけれども、まあ、しっかりとね、その体格を存分に生かして、まあ、パンチ力だったりとか、まあ、打率もね、しっかり残したりしていて、まあ、2軍でもこれだけの成績残してるんですね。まあ、滝沢選手、とにかく守備も上手いし、足も速い選手なので、もうこれだけ打てたら、まあ、正直もう合格点だし、まだまだ高卒2年目ってことを考えたら、本当にね、この先めちゃめちゃ楽しみだと思うんですよね。はい。まあ、今シーズンはね、基本的には2軍でプレーをするっていうことを、まあ、松井稼頭監督の方針として明らかにしていますが、やっぱりね、2軍でこれだけの成績残せてれば、まあ、源田選手怪我してるっていうのもありますので、十分1軍のチャンスね、あるんじゃないかなというふうに思っております。今シーズンに関しても。はい。なのでですね、まあ、バッティングをね、本当にどんどん鍛えていって、まあ、蛭間選手のインスタにもね、滝沢選手が筋トレ頑張ってる動画上がってましたけれども、まあ、本当にね、こう、自分のね、こう、パワーってところをね、補うためになんとかね、努力を重ねてるので、ね、それはしっかりとこう、結果が実っていて、まあ、素晴らしいなと思いますし、まあ、今後もね、頑張っていってほしいなというふうに思います。続いてが古市選手ですね。古市選手もね、打率非常に高いですし、まあ、打率4割3分8厘の0本塁打1打点、三振3個、フォアボール2個、出塁率5割、OPS が 1.125 ということでですね。まあ、打率が4割超えていて、OPS も 1.1 を超えているということでですね。まあ、古市選手、育成の選手になるんですけれども、非常にここまでね、まあ、試合が登録ってところに向けて、いいアピールをしてくれてるんですね。まあ、特にバッティングってところがですよね。やっぱり打てるキャッチャーって、森友哉選手がね、こう移籍をしてしまって、まあ、なかなかやっぱりね、次選手結構いいバッティング見せてますけれども、打ってるキャッチャーのところがね、ちょっと足りてないし、まあ、キャッチャー全体的に岡田選手とかね、牧野選手とか、まあ、斉藤正人選手が、こう、怪我をしてしまったりとかしていて、まあ、チーム全体として不足しているポジションなんですね。で、まあ、佐藤龍生選手が今1軍の3番手キャッチャーやってるぐらいですので、まあ、古市選手ね、十分、チャンスあるかなというふうに思っております。まあ、育成ですけれども、これだけしっかりと2軍で成績残してれば、もしかしたら5月とか6月ぐらいに試合が登録勝ち取って、でそのままね、1軍の3番手キャッチャーになれるっていうぐらい、それぐらいの全然可能性あるかなというふうに思いますので、ぜひね、この活躍をキープしていってほしいと思います。続いてがブランドン選手ですね。まあ、ブランドン選手は打率2割9分、1本塁打4打点、三振5個、フォアボール0個、出塁率3割2分の OPS が 0.737 ということですね。まあ、ブランドン選手、昨シーズンずっと怪我をしてしまっていて、今シーズンもリハビリスタートということでね、まあ、なかなかこう、試合に出ることができてなくて、でまだね、ちょっと守備につくことができてないんですけれども、まあ、バッティングね、ぼちぼち調子上げてきてるかなというふうには思いますね。まあ、ちょっとフォアボールがゼロのところだったりとか、ちょっと三振が多いところとかね、こういったところはちょっと気になる部分ではあるんですけれども、まあ、怪我明けってところを考えるとね、打率も2割9分で OPS も 0.7 超えてるっていうのはね、十分なんじゃないかなというふうには思いますし、まあ、もっともっと本当にこう、数字を上げていける、まあ、選手だと思いますので、まあ、これからどんどんもっとね、一軍出場ってところを目指していく上で、まあ、守備につくっていうのがもちろん一番必要になってくる部分ですし、まあ、バッティングをもっともっと調子を上げていってね、ぜひサードのレギュラーってところをね、シーズンとか途中で掴み取っていってほしいなというふうに思います。まあ、ブランド選手はまだまだ上げられる選手かなというふうに思いますね。そして続いてが最後、岸潤一郎選手ですね。まあ、岸選手もね、まあ、ブランド選手同様にね、まあ、なかなかこう昨シーズン怪我をしてしまって、今シーズンもリハビリスタートってことでね、ずっと試合に出ることができてなかったんですけれども、まあ、ここ最近復帰をしてね、結構試合にも出始めていて、で守備にもね、ついてるんですよね、岸選手は。でその中で結構いい成績を残しています。打率2割7分3厘の2本塁打4打点、三振2個、フォアボール1個、出塁率3割8分5厘、OPS が 1.203 ということですね。まあ、OPS に関しては本当にチームでトップの成績を残していてですね、まあ、ホームランもね、すでに2本打っているということですよね。まあ、岸選手も本当にこう足も速いし、パワーもあるし、ポテンシャルの高い選手なんですね。まあ、消えた天才というふうにね、言われるぐらい、本当にこう野球センスに長けた選手なので、まあ、非常にですね、本当にやっぱりポテンシャルの高さってところはね、この2軍成績を見ても伺えるかなというふうに思います。まあ、岸選手も本当にね、川越選手とか、蛭間選手同様に、やっぱり外野のレギュラーってところがまだまだ1軍はね、こう決まりきってない部分がありますので、十分岸選手もこれだけ2軍で活躍をしていれば、絶対どっかでね、チャンスは曲がってくると思いますので、まあ、ぜひね、この活躍をキープしてほしいですし、そしてね、自分の持っている潜在能力を本当に1軍で、存分に発揮していってね、今年こそレギュラー獲得ってところを目指して、そしてとにかく怪我をしないようにね、ブランド選手もですけれども、頑張っていってほしいなというふうに思います。はい、ちょっとね、1軍の方はなかなかやっぱりこう、野手陣がレギュラーの選手が少なかったりとか、まあ、点を取れなかったりとかしていてね、苦しんでる部分あるんですけれども、まあ、非常にね、2軍の選手はね、1軍出場のところに向けて、もうアピールをしている選手たちがたくさんおります。
なので本当にね、ここからどんどん、まあ、これだけの選手が結果を残しているのであれば、あの入れ替わりっていうところもね、あの試合に入ってくるかなというふうに思いますので、まあ、今後もね、ぜひこの2軍の選手たちの活躍っていうのを注目して見てみてください。以上です。今回も最後までご視聴ありがとうございました。他にもライオンズに関する動画アップしているので、ぜひチェックをしてみてください。 Twitter の方も毎日更新をしています。ぜひチェックしてみてください。皆さんの中でこんな動画見たいなどリクエストありましたら、コメント欄の方によろしくお願いします。